いや、これは高橋義郎しかないだろう <laughs> <laughs> まあひよわなの、モーパワー、ね、いろいろ言われて子供たちも真似してほしい、プレースタイルベ、ね、ンチ帰ってきたら、なんてやってんですかって言わない <laughs> <laughs> 宮本真也公式 YouTube 解体新書えー、前回、上原 が来たんですけど、その上を行く大物、高橋由伸さんに。<laughs> あのよろしくお願いします。いただきました。上入る大物って言ったら、あいつ怒るからやめてください。いやいやもう怒らしていいんじゃないですか。ダメなんですよ。やつは。面倒くさいから。まあ確かに面倒くさい。面倒くさいから。やつは面倒くさい,ので、はい。あの上下すごい気にするで。<laughs> <laughs> 確かに。はい。まあということで、えー、まあ、バッティングはね、もちろんその天才と言われた技術。うん、そういうのももちろんあるんですけども。 あの外野守備を、なかなかね、こう質問とかも多いんですけど、外野のことを聞かれても。ちょっと僕自身が全然わからないので、いや、これは高橋由伸しかいないだろう。意外とこう見えて、ファイト溢れるね、プレーも。ね、まあ、ちょっとけ、その分ね、怪我もありましたけども。そういったところ、ちょっと。いろいろ聞きたいと思ってます。よろしくお願いします。アテネオリンピックで。ご一緒されているかなと思うんですけども。その時。なんか、こう印象に残っている。 エピソードというか、お関係なところがあったりされますかいや、あの最初いきなりキャプテンって言われてやっぱりそのネームバリューとか、いろいろなことを考えると吉野部がやれいいじゃんって思ってたんですねでそこまではチラチラと喋るぐらいだったねそれがこう、一緒になって結構もう、ほぼ相談は吉野部だったよねまあ、なんかボイントしていただいたというか<笑><笑>よくお話はさせてもらいましたよねなのですごい助かりました、うん 予選から本戦からチームをまとめるために吉野部さんを結構こうコミュニケーションを見にそうです、ね、高橋由伸さんから見たこう宮本さんというかアテネオリンピックのときのキャプテンとしてどうやって見初めての,そのオールプロで行くって言ったところで、まあ、みんなもそうですけども宮本さんも我々以上に多分プレッシャーじゃないですけど初めてプロ野球選手が集まるしかもちょっと独特な、ねうん、選手たちが集まる中で、うん、やっぱりどうやってその期間 その野球に向かわせるかっていうのはね,すねこれだけ集まったら勝てるだろうという雰囲気がすごくあって、うん、でも一発勝負なんで例えば10回やって1回しか負けない相手でもそれが最初に来ると終わっちゃうんで、うん、でまあ国際大会僕はそこまでの経験はあんまりなかったんでミーティングの時に由伸と大輔だね松田大輔に、はい、国際大会の雰囲気を話してほしいっていうので。 練習試合でボロ負けてこれやばいよやばいよってなってでミーティングした時にまあそういう,こう話をしてもらって超一流選手が集まるっていう中でのこうまとめ上げる難しさみたいなこところってっいやでもね年齢的にみんな近かったんで結構いいチームにはなりましたよね僕結局3つ行かせてもらったんですね、まあ、WBC と北京とそのまとまり具合みたいなのは すね、ーそのオリンピック、高橋芳雄さんですけどオリンピックっていう舞台は、どういった舞台でしたかいや、まあ、いい経験ですけど、それ <laughs> をじゃあ、何回もやれっていたら、<laughs> ちょっとだって、まあ、プレースタイルとしてはそ、そこまで表に出さないシーズン中とか、やっぱり同点ホームランね、台湾戦ね、ねその前、僕がちょっとしょぼいことして、すごいプレッシャーかけて。はい ベンチ帰っっててきたら、「んすか,って何かえてる?」<laughs> っとすれ違うきにプシュバウンとして<笑><笑>で成功すると思ってたのほん失敗して1点入ったけど俺がアウトになっちゃって <laughs>、はい、<laughs> で吉喜に回ってるすれ違うで「ごめん」っ <laughs> <laughs> て言ってたら「何やってんですか」みたいな。 あの時なんかねもうガッツポーズも出たりとかしてやっぱり自然とねまあそれぐらいもうちょっと自分を鼓舞しないとというかもう多分耐えれないというか追い詰められすぎてねはいであの時は故障もしてたしちょうどその前の合宿でですね肘やってしまってちょっと西山さんも投げれませんって言ったら「お前こんなとこまで来て痛いとか言うんじゃないでもかわいそうなことにみんな知ってるじゃん情報 だ帰ってから、ぐぐぐぐる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 回まあそれ投げれないから先ほど宮本さんから吉野さんのこう天才だって話もあったと思うんですけど改めてこう高橋の勝負さんで選手の魅力というか技術みたいなところってどういうに見られてま,すかまあ天才天才というか、まあ、もちろんそうなんですけど、まあ、当然努力もあってそういうふうになっていったのもよくわかるし僕はそやっぱプレースタイルがすごい好きでそのやっぱり全部全力であのたらたらファーストまで走ることもないし。 ボールもやっぱりそのフェンスとかも関係なくね、追っかけるっていうスタイルっていうのが、その最初のイメージとはもう全然違ったんで、綺麗にやるんだろうなと思ったんですよね。野球をプレーとか成績以上にあのまあみんなが子供たちも真似してほしいプレースタイルだったと思いますね。吉野さんから見た宮本さんっていうのは、僕もまああの当然一緒にやる前からやっぱり堅実という堅実スタイルですけども、やっぱ。 いちいち派手にすることもないしその僕と一緒に多分まず目の前のことに全力でやるっていうかそういったところは僕はなんとなく見てて共感できるところだなと思ってましたし言葉はなんかちょっと当ってないかもしれないですけどその楽しむとかではなくて、うん、やっぱりその野球にストイックというか非常に厳しくやってるなとは僕も思ってたんで信也 <laughs> さんの引退試合の時にそのもうずっと苦しかったって言ってたじゃないですか。うん、もう僕も本当に同じで それは全然楽しくないとかじゃないんですけど、うん、やっぱり毎日ね現実と受け止めながらもやってるその苦しさというか結果と向き合うそういったところは同じ気持ちで野球してたんだなっていうのは共感できたんでそういう話は、ね、したことはなかったんですけどあ同じような思いでプレーしてたんだなというふうに思いましたね宮本さんがちょっと別のチャンネルであの生まれ変わるなら高橋由伸さんがいいっていうふ<そ>うに思いましたね。<laughs> <laughs> <laughs> いやいやいや、<laughs> 俺らの時もうだって後輩でね、あの後からプロも入ってきたんだけど、やっぱり男前でしょ、野球上手でしょ。まあもう今結婚されてまあ子供さんもいらっしゃいますけど、まあもうてるだろうなとか。<laughs> なことない。まあもう <laughs> 何やっても思い通りいくんだろうなみたいな。え <laughs> え <laughs>、なことないですよ。いや思ってましすよ。なことないですよ、ね。本当にもう節制 <laughs> して制限して生きてきましたから。<laughs> そうですね。もう勝ったはずです。<laughs> ちょっとじゃあ巨人時代の話に連れればなと思うんですけれども慶応義塾大学から巨人入団されて、はい、1>, 1年目からご活躍されるわけなんですけれども1年目からこう、まあ、活躍できる自信というかプロののレベルっっていうのはえと自信は最初は自信というよりももうずっといい、いい、すごい、すごいってずっと言われ続けててまあある日ジャイアンツを逆指名した瞬間からら探しが始まってあいつ。まあ え思ったよりパワーねえぞとか <laughs>、えー、なんとなくみんなそういう雰囲気で我々評価したけど、もう雰囲気流されて言っ,っただけで実際そう思ってなかったよみたいなすんごかったですよ。まあ全部じゃないですけど、うん、一気にそういうなんていうんですかね、荒ら,らしさが始まって <laughs>、えー、キャンプが始まればまあヒュワのノーパワーといろいろ言われて、自信チップ絶対こいつらくっつく。ダマらしい。いった方ですかね。<laughs> でキャンプ行ったら、やっぱちょっと衝撃を受けますよ。やっぱ清原さんいて、<ー>松井さんいて、い広澤さんいてなんだこの人たちはっていう練習見たら、ふわーっと思ってでも後々聞くと、やっぱ松井秀喜がやばいって思ったって、吉野のバッティングを見てね。でもその中でどうやって ちょっとポジションを取らなくちゃいけないかなっていうふうに最初思いましたし開幕してちょっとですねあなんとかなるかなーっていう、うん、その技術的にはただ毎日試合することにう、ね、大変だ途中、あれ、今日も試合かーっていう, <laughs> そうだよねね毎日だもん、ね、って感じでした、ね、シーズンの長さというか100、はい、試合戦う、はい、アマチュアのほうって試合ってそんなそ、ね、やっぱ練習のほうがスポ,、ね、スポットだから。は やっぱりゲームもエンチは疲れるよね。はい。そのゲームってこんな疲れるんだっていうのを初めて体験するというか、うん。思いましたよね。高橋の勝負さん、まあ巨人も含め、まあ、他球団でも大丈夫ですけど。この人は勝てないなと思ったバッターというか。ええー、まあまあ松井秀喜は別として。うん、別として誰かな。誰かな。こんだけ考えるということは、すごいと思っても。 全然勝負になると思ってたいやいやいや,いや <laughs> そ,うそういうわけじゃなくてあでもね松井秀喜の次に一緒にやっててあこいつはちょっとやっぱちょっといろいろな部分ですごいなと思ったのは阿部ですかねあ。どういうところあの彼の器用さ器用さとよく言えば思い切りというか<ー>悪く言えばいい加減というか。うんうんうん あの大山張ってね、そ<う>違った球来たらしょうがねえってプいって帰ってくるみたいなね。あの辺が彼のその、まあ、割り切りというか、<ー>その技術もそうだけど、そのそういった、まあ、もしかしてキャッチャーっていうのもあるのかもしれないですよね。うん、ねそういったところのその技術以外の部分でもちょっと羨ましいなとか、こ<ー>んなにその <laughs> 思い切れたらどんなに。 楽なのかなあっていうのは。感じたかな。そういうのを一切。そういう雰囲気も見せなかったのがマ松井秀喜なんですよね。ああ、なるほどね。いや、まあ、張ってたのかもしれないけど。そんな感じ、僕らも見え。わからないし、見てても。安倍の前は、それが。もろに見えるか。はい。相手にも見えるもんね。はい。なんか、それが僕にとっては。ある意味、すごい部分だなあとは思います。なるほどね。はい。まあ、いっぱいいますよ。金本さんとか、すごいなあと思うんですけど。すごいんですけど、なんか、その。 目の前でそういったものを見てたから<ー>感じてたからやっぱりちょっとすごいなぁと思いましたねあともう一つですよ僕青木がすごいと思いましたそれは技術的にってこと技術的にあとは怖がらないしでやっぱあのちっちゃい体でも飛ばすじゃないですかまあ,まあまあそうだねやっぱ僕は青木とかそれこそ山田とか、うん やっぱり体格的にそんなにはね、ないじゃないですか。なのに広角にどこにでもホームランを打てるし、飛ばせるしって言ったところでは、その体の使い方というか、力だけじゃなくて打てるっていうのは僕あの二人が、なるほどね。あのすごいと好きですね。バッティング的に好きです。はい。僕もこのチャンネルで野球の勉強をさせていただいてます。皆さんも宮本慎也さんの解体新書チャンネル登録よろしくお願いします。